田沢は日本国有鉄道と東日本旅客鉄道が森岡駅や北駅、青森駅間を田沢湖線、大宇本線経由で運行していた特急列車である。田沢湖線及び関連の深い北上線、大宇本線横手駅大曲り駅や北駅間で運行された中高優等列車の歴史、遠隔についても記述する。田沢は 九百六十六年十月二十日の田沢五線全通開業により森岡駅や北駅間で運行を開始した急行南八幡台を前身とする九百六十八年十月一日に急行田沢に名称を変更し仙台駅森岡駅や北駅の運行となった九百八十二年十一月十五日の上越新幹線開業に伴う東北新幹線の 増発及び、田沢湖線全線電化に伴い、東北新幹線と接続する森岡駅や北駅の電車特急列車となり、L 特急に指定された。1985年には、青森駅まで運転区間が延長されている。1996年3月には、秋田新幹線運行に向けた改め期をはじめとする、工事のため田沢湖線全線が1年間全。 列車運休となったため、田沢は運転区間を秋田駅青森駅間に変更し、従来の田沢の役割を担う特急、秋田リレーが北上駅秋田駅間で運行された。この秋田リレーについても、田沢と同様 L 特急指定がなされ、その後、2002年12月1日のダイヤ改正時に JR 東日本管内で完結する列車について、 L 特急の故障が廃止されたため、JR 東日本で最後に新設された L 特急となった。また、経由の北上線が非電化であったことから、JR 東日本発足以降唯一、自社保有の機動車で定期運行された特急列車でもある。1997年3月の秋田新幹線開業に伴い、秋田リレーは廃止。田沢も、 カモシカに解消されて廃止された。秋田新幹線建設工事開始の時点で、田沢は14往復運行されており、うち2往復が青森駅発着となっていた。この14往復が秋田リレーに変更され、田沢は青森駅発着の2往復のみの運行となった。田沢には485系電車が、秋田リレーにはキハ1 1系300番台が使用された。 いずれも南や北運転所所属であった。キハ110系300番台は、同系列唯一の特急系車両として落成したが、暫定運転であったことから普通車のみで、3から4両編成で運転された。運行終了後には200番台に改造されて、一般系機動車として使用されている。このうち長野総合車両センター所属の2両は2014年に、ジョイフルトレイン、オイコット、 に再改造されている本節では、列車遠隔上密接な関連性が認められる、田沢湖線や北上線、大雨本線横手駅や北駅間で運行された、中高優等列車の歴史、遠隔を記述する。なお、L 特急、田沢後継列車となった、新幹線、小町の詳細は、小町を、本節以外の大雨本線で運用された、優等列車については、翼、 大宇本線中高優等列車遠隔を、1996年3月30日の田沢湖線改め機工事に伴って、秋田駅青森駅間で運行された特急、田沢やその後継の特急、カモシカについては、菅両参照。北上、北上は、かつて、東北本線を走る急行列車名であった。詳しくは、東北本線優等列車遠隔を参照。特急、 田沢特急、秋田リレー、ありがとうございます。